イスパノスイザ HS-404 イスパノスイザ HS-404 イスパノスイザ HS-404 はイスパノスイザ社によって開発された合計 20mm の航空機関砲である20世紀中に最も幅広く使用された航空兵器の一つでイギリス、アメリカ、フランスなどをはじめとする多くの軍隊で採用された1933年 イスパノスイザ社は、スイスのエリコン社が開発した初期型エリコン開会、エス航空機関法の特許及びライセンスを取得し、フランスで HS7 及び HS9 として生産を行った。これは、イスパノスイザ 12YA 綺 V 型エンジンの上に砲を搭載し、ギアボックスを介して軸を紙型に変異させたプロペラ駆動軸を中空に、 そしてその軸内に方針を通すというモーターカノン、モートゥーはキャノン方式に用いるものとして、大口径かつコンパクトな機関砲を求めていたためで、この方式は発砲反動をエンジンブロック全体で受け止めることができため、大口径機銃を比較的小型の単発機に安定して搭載することが可能となった。モーターカノン方式の武装を持つ戦闘機は、 第二次世界大戦の勃発前からフランスで採用され、フランス以外でも注目を集めた。日本でも1935年、昭和10年に研究用として、ドボワチン D510 と共にモーターカノンをフランスから輸入している。しかし、HS7-9 の生産開始直後、エリコン社との間に特許をめぐる系争が発生し、 両者の協定が破棄されてしまったために継続的な生産が不可能となり、イスパノ社の技術者マルクビ・ールキヒト、マークバー・キグッドは特許回避の意味もあり、HS7、Q2、飛行の回収と連射能力、方向初速の向上といった改良を施し、タイプ400及び402、さらに実中の製作は行われず図面上のみのもので、あったが、タイプ403を経て、 1936年にはタイプ404を完成させた。エリコンカイエカスイでは API ブローバックだった。作動方式は、ショートリコイルとロック解放時に、ガス圧作動という併用方式に改められていた。HS404 の大きな特徴として、上述のように2種類、ショートリコイル及びガス圧作動方式作動方式を併用していることと、 作動に伴う動作部分が非常に大きいことが挙げられる。通常、ブローバック方式の重機は、有底、ボルトのみ、もしくは、ボルトと、重心、ショート、ロングリコイル方式が激発に伴い前後に動く、ことで動作するが、HS404 は、方針部先端よりも、後部、つまりは、重心の大半と機関部そのものが前後する構造になっていることである。これは、 モーターカノン方式に用いることを前提として設計されているためで通常の自動化機では前後に駆動する作動部を保持する部分をエンジン及びそれに砲をマウントするフレームを用いることでエンジンと砲を一体化させた設計としていたためである。モーターカノン微砲用の 20mmHS404 のほか、重心長を 1000mm に短縮して爆撃北の銃刀 防御機銃用とした HS405 23mm 口径とした重刀、防御機銃用重心長 1150mm の HS406 23mm 口径でモーターカノン用の超重心重心長 1600mm 型 HS407 も開発された。ただし HS404 以外は 第二次世界大戦の開戦時で試作品が一丁ずつ完成していたのである。元来の相談数は多くても60発、ドラムマガジンのみであったため、飛行中にドラムを交換することができない航空機では相談数不足が問題になり、1940年にベルト球団システムの開発で解決が見られたが、フランスの降伏で計画は頓挫し、最終的には、 ベルト球団型は試作品と設計図が、密かに、イギリスに持ち出されて実現した。イギリスは、HS404 の製造許可を取り付け、イスパノ MKI、イスパノマーク I として1940年に、モーターカノン方式でなくとも搭載できるように、機体へのマウント方法を工夫し、ウェストランドフォアールインドへ搭載している。 バトル・オブ・ブリテン中にはスピット・ファイアにも搭載、m k イブ・ MKE されたが、旋回時の相談不良などから舞台での評判は必ずしも良くなかった。さらに、イギリス空軍とイギリス海軍艦隊航空隊は1941年に細かな改良を加えたイスパノ MKE、イスパノマーク E を採用し、ブローニング機関18丁を装備していた。 ホーカーハリケーン MKI と熱帯地用のスピットファイアへ搭載させた。後のイギリス空軍戦闘機に搭載される標準武装になるが、当初作動不良を頻発したため、スピットファイアでは暫定的に 20mm 機関砲2門と 7.7mm 機銃4丁の b 翼装備で配備され、改善後に4門装備も可能なユニバーサルウィングこと、シーツバサが標準となり、 台風 MKIV 以降、テンペスト MKV でも4門装備であった。HS-404 はアメリカ合衆国でも導入され、20mm 機関砲への更新を予定していたアメリカ陸軍航空隊とアメリカ海軍では1941年に弾薬の製造を含む大規模な製造体制が構築された。 アメリカで製造された HS404 はアム M1 と故障された。しかし、メートル法で作図されていた設計図をヤードポンド法に修正して設計図を書き直したこと、アメリカ軍においては大砲に分類して製造交差を決定したため、部品の精度に問題が生じ、製造された機関法は信頼性に乏しく、激震の打撃力不足によって不発が多発し、 さらに、重量軽減のために、空気圧式の再装填装置を取り外したため、飛行中に相談不良が発生すると回復できない、という深刻な問題が生じた。イギリスは、自国の生産力の負担を軽減するために、アン m 1の輸入に興味を示したが、アン m 1を受け取ると、その出来の悪さに失望したという。また、20mm 機関砲はそれまでの 7.62mm、 12.7mm 航空基銃に対して重いため単純に乾燥した機体は発砲時や高機動時の翼のねじれが大きくなり、総じて命中精度が低下するという事態となった。イギリスは主にわずかに短い薬質の違いが問題の原因であると考え、1942年4月にイスパノエム系 E とその図面、 イギリス製のためヤードポンド法規格で作図されていたを比較のためアメリカに行った。しかしアメリカではすでにアン m 1溶弾薬の生産ラインを稼働させて大量に生産してしまっていたため薬室の修正を断りよその修正を行うことで少しでも信頼性を高めたアン m 2を開発し。だがこれも成功とは言いがたく不発と相談不良の多発の問題は最後まで。 解消されることはなかった。アメリカ海軍は戦争を通してアン M1、M2K20mm 機関砲で武装の統一を試みていたが、全面的に切り替えられることはなく、対地攻撃任務向けに海6海や F4U の一部に搭載されたに過ぎなかった。イギリスは自国の生産力はもはや問題ではないレベルまで向上していたため、アメリカ製アン M1、 M2 の導入は中止した。また、イスパノ MKE を方向初速を犠牲にして、重量の軽減と速射性を高め、重心を短くしたイスパノ MKV、イスパノマーク V を開発し、テンペスト MKV などに搭載した。アメリカは、MKV に習って、アン m 3を開発したが、やはり信頼性の問題は続いた。結局、アメリカ製、 HS-404 の信頼性問題は、アメリカ陸軍航空隊では、空軍の発足に伴って正式版が変更され、弾薬をイギリス規格のものに切り替えて、薬室の設計を変更した M24 が、アメリカ海軍では、AMN3 の改良型である MK-12 が開発されるまで解決しなかった。なお、MK-12 では、発射速度は、 毎分先発に向上している。第二次大戦後は、デファ、アデンなどのリボルバーカノンの搭載機が増加していき、旧式機の引退とともに、イスパノエム系、V を含む HS-404 系機関砲は、航空機搭載用としてはその姿を消していった。HS-404 は、航空機関砲としてのほか、重火に搭載した、対空機関砲としても用いられ、 航空機用のものを急増の重荷に乗せた現地生産品も数多く製作されている。ただし、オリジナルの HS404 及びそのライセンス生産品は構造上重工先端部を固定しなければ安定して動作しないため重荷の構造にはその点を踏まえた工夫が必要であった。アン M3 はアメリカ海軍では MK16 として関西化もなされた。 第二次世界大戦時のアメリカ合衆国で4丁の M20 機関銃を装備した M45 機関銃化が開発され、車載用途などで運用された。第二次世界大戦後、イスラエル国防軍は M45 機関銃化の M20 機関銃を2丁のイスパノスイザエ HS-404 に換装した2連装の対空機関砲として、 TCM-20 対空機関砲を開発した。TCM-20 は M3 ハーフトラックや、BTR-152 走行車に搭載されて、使用された。また、自走型以外にも右写真のように、地上末置きで使用されたり、一軸二輪のトレーラーに積載して、小型トラックで、牽引可能としたものも見られた。1973年に発生した第四次中東。 戦争でも、旧式兵器でありながら26機を撃墜する、活躍を見せた。TCM-20 は、イスラエル国防軍で余剰化した後、一部は、南レバノン軍に供与されたほか、中南米やアフリカ諸国に輸出された。チリ陸軍では 6X6 のピラーニャ、送輪装甲車に TC、TCM-20 を搭載した、自走隊車両を保有している。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。